皆さんこんにちは、大串です。この動画はですね、森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストの1番の5の解説になります。では解説に行きましょう。ではまず選択肢だけを見てどういうことを聞いている問題なのか推測できるか見ていきます。そうすると Either, Between, Also, Neither とあります。でこの4つの表現見た時点で、ああそこら辺を聞いてる表現だなというふうに思いついてほしいんです。でそれが何かというと、私はよく遠い接続詞表現ご兄弟といって、生徒さんに覚えていただくんですが、簡単に言うと遠い接続詞を含んだセット表現で非常によく出てくるものの5つになります。でこれは覚えないといけないですから、一つ一つね丁寧に見ていきましょう。では1つ目は A も B も両方という表現ですが、これは BothA and B という表現ですよね。非常に問われる表現です。またですね、 A か B かどちらかというね、片一方を指す表現ですが、これは今回選択肢にある Either を使って表現することができますね。 Either A で片っぽですから Or を使うようにしましょう。これで A か B かどちらかという表現になります。そして3つ目の A も B もほにゃららないという表現に関して、つまり両方とも否定する表現に関しては、先ほどの Either を否定にして Neither を使います。 Neither A で、これもですね Or を否定形にして Nor、という形を使います。 Neither A nor B で A も B もほにゃららないという両方を否定する表現です。また4つ目の A ではなく B、つまり A を一回打ち消して B なんだよというふうに言う表現ですが、これは Not A But を使います。 But B という表現になるので覚えておきましょう。で5つ目の A だけでなく B も、A ももちろんそうなんだけど B もそうだよという表現の場合はですね、これは Not Only A だけじゃなくて、But Also Bという表現になります。しかしこの最後の also に関しては省略されることも多いですから気をつけるようにしましょう。ここまで見ればもう答えは一発で出るはずです。問題の空欄の前後を見ていくと not only と最初にあってですね、で but と空欄の直前にあるわけですから、もう答えとしては、C の also を選んで、5番のですね not only A but also B の A だけでなく B もというね表現を問うていたというふうに分かればいいわけです。で今回ですね、問題の選択肢にある between という表現ですが、これも遠い接続詞の and とセットで使ってですね、 between A and B という表現で、 A と B の間にというものは非常によく出てきますから、これも合わせて覚えておきましょう。では今回問題で問われている以外の部分で大事な点について見ておきましょう。一つ目はですね、この attend という動詞についてです。で attend というのはいろんな意味を持っている、いわゆる多義語と呼ばれるものなんですけれども、まずはですね attend を語源、つまり接頭辞接尾辞語根ですね、この観点から見てですね、まず大まかな根本の意味を掴んでもらって、そこからいろんな動詞の意味に派生していくようにしましょう。 attend は分解すると at と tend に分かれます。でこの at の部分はですね、なんとかの方へという、方向の意味があると思ってください。じゃあ tend は何かというと、 tend は伸ばすという意味があります。ですから何かしらどこかしらの方向に自分の体であったり、心精神的なものを伸ばすという意味が元々の意味になっているわけです。ここからいろんな動詞の意味につなげていきましょう。そしてアテンドは基本的にですね、他動詞として使われることが多いですから、それも覚えておきましょう。アテンドの意味として圧倒的によく問われるのはこの1番のなんとかに出席するという意味です。これはもう本当に TOEIC でもよく出てきます。出席するというのは、何か会場とかねがあった時にそっちの方向に足を伸ばすっていう行為ですよね。ですからイメージもつかみやすいはずです。この出席するという意味のアテンドから派生して覚えたい名詞が2つあるんですが、それがアテンデンスとアテンディーになります。でそれぞれ意味を見ておくとですね、アテンデンスに関してはこれは出席と
という意味です。でこれ出席だけではなくてですね、出席者数という意味で、出席した人数のこともこの単語を表すことができますから注意しておいてください。またこのアテンディーに関しては、出席者という意味になるので、これもちゃんと押さえておきましょう。そしてアテンドの2つ目の意味としてはですね、なんとかの世話をするという意味が実はあるんです。この世話をするというのも、まあ、自分の領域だけではなくて相手の方にですね、まあ、領域を伸ばしていろいろやってあげるということですから、イメージがつきやすいと思います。この世話をするという意味から生まれた派生語がですね、この attendant というもので、これは意味としては接客係という意味になります。まあ、接客係というのはいろいろ世話をしてくれる人のことですよね。まあ、イメージもバッチリつきやすいと思います。 attendant といえば flight attendant で、客室乗務員なんていう意味で使われますが、これも飛行機の中でいろいろ世話をしてくれるという感じのイメージですよね。そしてアテンドの3つ目の意味としては、なんとかに注意を払うとか、注意を向けるとか、もしくは注意して聞くなんていう意味があるんです。これも、まあ、自分の心とか精神力、まあ、注意力をですね、どこかしらの方向に伸ばしていくっていうイメージで捉えるといいと思います。でこのアテンドなんですが、まあ、普通アテンドは他動詞で使えばいいんですけれども、この3つ目の意味の時に関しては基本的に後ろに to を伴って使われるので注意しましょう。まあ、2番の世話をするという意味の時も to がついている時はあるんですが、まあ、特にこの3番の時は to がついていると思ってください。なんとかに注意を払うという意味から派生した、まあ、有名な名詞が皆さんもご存知の通り attention ですよね。でこれは当然意味としては注意という意味になりますよね。でこの attention を使ったイディオムでよく出されるのが pay attention to A という表現 でこれは当然 A に注意を払う、注意を向けるという意味でよく使われるものなので、しっかり覚えておきましょう。そして今回問題になっている以外の部分で大事なポイントの2つ目として、この employees、まあ、つまり employee という単語が挙げられます。でこれは employ という単語が中に含まれてますから、まあ、そこから確認しておくと、 employ というのはなんとかを雇用する、まあ、雇うっていう意味ですよね。で当然 employee という単語も、この employ の意味を含んだようなものになるわけですけれども、ここで皆さんに一つ覚えてほしいルールがあります。でそれは語末に er がくっついたものと ee がくっついたものの違いなんですね。ある単語に er がくっついたものというのは、基本的な意味はなんとかする人という意味になります。で対してですね、語末に ee がくっついた場合は、なんとかされる人という意味になるのが基本になります。これを軸に考えていくと、いろんな単語が覚えやすくなるんですね。今回の employ にそれぞれくっつけると、当然 employer と employee になりますよね。それぞれ意味を考えていくと、 employer というのは雇う人のことですから、まあそういった人のことは雇い主、まあ、雇用主なんて言ったりしますよね。でまた employee はどうなるかというと、雇われる側、雇われる人ってことですから、そういう雇われる人のことを僕たちは従業員って呼びますよね。ですから、従業員という意味になるわけです。この er と ee の法則、まあ、例外はぶっちゃけいくつかあるんですけれども、まあ、覚えておくことで、すっきり整理しやすいものも増えますから、ぜひ押さえておいてください。最後に文の意味を見ておきましょう。 Not only the employees but also their family members can attend the event ですから、その従業員の人たちだけではなくて、その従業員の家族の人たちもその行事に参加することができるというふうに捉えれば OK でしょう。解説は以上になります。ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel.
See you next time. Take care.